坂本デイズ、殺し屋を狙う殺し屋と戦う漫画。主人公はスラムダンクの安西先生に似ている坂本太郎。かつて坂本は最強の伝説と呼ばれた殺し屋だったんだけど、妻に一目惚れしたことをきっかけに殺し屋を引退。今は坂本商店っていう個人のコンビニを経営しています。ある日スラーという殺し屋殺しに坂本は命を狙われることになり、そのスラーと坂本商店の戦いをこの漫画では描いていきます。この漫画の魅力はたくさんあるんだけど、あえて一つ挙げるとするならばバトル。主人公坂本は技も専用武器もないので、日常生活の身の回りにあるもの、例えば電車の釣り輪とかキャリーバッグとかを武器にして戦うんだ。坂本デイズ最初はコメディ漫画だったんだけど、徐々に路線変更して10巻くらいからはもう完全にシリアスバトル漫画ですね。そしてシリアスになってから面白さと人気が一気に跳ねた。近い将来、僕とロボコと一緒にジャンプの看板を背負うことになりそうな予感がします。2本目、キルアオ。黒子のバスケ作者が描くヒットマン漫画。主人公は伝説の殺し屋大神十三。渋くてワイルドでかっこいいね。ある日大神は特殊な蜂に刺され子供の姿に戻ってしまいます。このことをボスに報告したら次の提案をされたんだ。中学校に通ってくれ。ある私立中学の内部調査の仕事があって、姿が子供なら潜入もたやすいでしょってことで大神十三、何十年かぶりに学校に通います。もともと大神はずっと裏の社会で生きてきたし、他の生徒とは年齢が違います。体は子供、頭脳はおっさん、その名はヒットマン大神。なのでクラスに全然溶け込めない。この漫画ではそんな大神が正体を隠しつつ普通に学園生活を送っていきながら、クラスメイトに降りかかる問題を解決したり、元の体に戻る方法を探っていったり、学校の秘密なんかを調査していきます。3問目、マリッジトキシン。詐欺師と殺し屋がタッグを組む漫画。主人公は毒使いで女性が苦手なゲロ。代々ゲロ家は毒使いとしてずっと暗殺業をしてきた。そして今ゲロ家には後継ぎ問題が持ち上がっている。そこで主人公はガチで婚活を始めます。でも主人公は恋愛が苦手。そこで主人公は結婚詐欺師の木の先に婚活アドバイザーになってほしいと提案。この漫画は2人が協力して主人公にとって最高の結婚を見つける、そういう物語なんだ。4本目、ザ・ファブル。ジャニーズの岡田純一主演で映画化もされた大ヒット漫画。主人公は殺しの天才と評価されている殺し屋ファブル。本作では偽名の佐藤明を名乗っています。佐藤はボスから1年間大阪に移住し、その間は誰も始末せず一般人として平和に暮らせ、ボス曰くここ最近の佐藤は派手に動きすぎたとのこと。殺しの天才の殺し屋が殺しをせずに生活をするなんてめちゃくちゃ難しいんですよ。佐藤は普通の会社に入社して働くんだけど、暴力団絡みの抗争や内紛に巻き込まれていくんだ。最後までボスの指令を守ることはできるのか。これがこの漫画の見どころですね。5本目、暗殺教室。魔界探偵ネウロ。逃げ上手の若君作者が描く暗殺者の漫画。主人公は宇宙人みたいな殺先生で1年後に地球を破壊する、これを明言している。殺先生はマッハ20で動き回ったり、体が再生したり月を破壊できるくらいにめちゃくちゃ強い。そんな殺先生はなぜかくぬぎが丘中学校3年 E 組の担任を受け持つことを志願し、自分を始末させる暗殺者を殺先生自らが育てていくんですよ。面白そうでしょ。そしてこの漫画はね、漫画の作り方がすごい。暗殺教室開始2ページ目のこのシーン、生徒が一斉に先生に銃を突きつけるこのシーン、作者の松井先生はまずこのシーンが頭に思い浮かんだんだ。そして思い浮かんだシーンが違和感なく成り立つために、キャラクターとか設定とか世界観を当てはめて作っていったのが本作の暗殺教室。化け物だろ松井先生。6本目、キャンディ&シガレッツ。日本一タイトルがかっこいい漫画。元警視庁の SP 平原愛蔵が主人公。主人公は警察庁を定年退職後、孫の入院費を稼ぐため大金を稼げる仕事を探していた。再就職先として独立行政法人 SS 機構で主人公は働くこととなります。この SS 機構では主に闇の仕事を請け負っている、そういう闇の会社。主人公は仕事の現場で遺体処理の仕事をすることになった。その現場で遺体の命を奪った鈴鹿で美晴という11歳の少女かつ凄腕の殺し屋と出会います。この漫画は雷蔵と美晴がペアとなってターゲットの始末や要人の警護などをする話なんだ。老人と子供のほんわかした空気に闇の仕事というスパイスが加わることでメリハリができて面白い作品です。7本目、カテキョーヒットマンリボーン。カモノハシロンの禁断の推理作者が描くイタリアンマフィアの漫画。主人公は冴えない中学生沢田綱吉、通称綱。ある日綱の元に赤ん坊のヒットマンリボーンが来ます。リボーンの目的は綱をイタリアンマフィアボンガレファミリーの
10代目ボスとして育成すること。実はズナはボンゴレファミリー初代ボスの末裔なんだ。リボンは死ぬ気弾という頭を撃ち抜かれた時、後悔したことを何でも死ぬ気で頑張ってしまう、そんな弾をズナに撃って教育していきます。物語当初はいわゆる1話完結タイプのギャグ漫画だったけど、本作屈指の人気キャラ六道ムクロが出てくる時にバトル漫画へと路線変更をしました。僕がさ、ボンゴレリングをスマホの背面につけたいって言ったらみんな笑う。8本目、スパイファミリー。アニメ2期と映画化が楽しみな漫画。スパイのロイド、殺し屋の夜、心が読める子供のアーニャ、未来予知ができるペットのボンド、縁もゆかりもないこの4人が素性を隠しながら仮初めの家族となってホームコメディを展開していく漫画。家族に対して古い価値観を持った学校や教師や周りの人に圧倒的な自己肯定感と家族の絆で主人公たちが立ち向かっていくのが面白い作品。9本目、幼稚園ウォーズ。個人的にスパイファミリーの次に来ると思っている漫画。漫画の舞台は世界一安全な幼稚園。主人公は元伝説の殺し屋リタ。この幼稚園の子供は大企業の社長や政治家など命を狙われやすい子供が通う幼稚園。この幼稚園を警備しているのが主人公のような服役中の殺し屋とか詐欺師とか、そういう極悪人。設定だけ聞くとシリアスな感じがすると思いますが、中身はコメディ色の強い漫画となっています。もしかしたら今後リボーンとか坂本デイズみたいにシリアス路線へと変わる可能性もあるかな。10本目、マーダーロック。暗殺者とデスゲームを組み合わせた漫画。路上最強のストリートファイター、工藤孝太郎が本作の主人公。ある日工藤は何者かにはめられて13人殺しの罪で逮捕されます。逮捕後工藤が行く先は黒曜学院という、少年法では更生不可能と判断された未成年の凶悪犯罪者が集まる学校。この学校では国公認の暗殺者を育成しているんです。簡単に言えば公務員育成学校。主人公はこの学校でクラスメイトと仲良く勉強したり、暗殺者育成用の林間学校や体育祭をすることになるのですが、学期ごとに成績不良者は退学処分となり即刻命を奪われます。誰がいつまで生き残れるのか、主人公をはめたやつはどこのドイツで何の目的があるのか、こういう謎や伏線を読み解いていくところもこの漫画の魅力なんですよね。次に重要情報を言います。今回紹介した漫画はどれも素晴らしい漫画です。興味のある方は1作品でも良いので読んでいただけると嬉しいな。漫画の感想を語り合う友が欲しいということで、喋ることが何もないので今回の動画はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは。